クマネなど声帯模写を中心としたボイスパフォーマンスを展開中です。現在テレビやイベントなどで引っ張りだこのこの方、早速お呼びしましょう。エアトレイン大会3連覇のチャンピオン、佐藤拓夫さんです。大きな拍手でお迎えください。はい、ご紹介いただきました、エアトレインという、声だけで鉄道の音を表現するものをやっております、佐藤と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。先ほど、スターティングメンバーの発表のところで、いろんな声色をですね、使い分けて、いろいろアナウンスさせていただいたんですけれども、エアトレインはそれだけではなくて、他にも電車の音ですとか、まあ、機械的な音ですね、ガタンゴトンとかそういったものもね、全て再現するというものでございます。そういったですね、今回はフルバージョンをですね、皆さんに、披露したいと思います。今日は盛岡ということですので、盛岡にちなんだエアトレインネタをいろいろお見せしたいと思います。今日はまずは盛岡到着のですね、新幹線の東北新幹線のシーンをですね、ちょっとやってみたいと思います。皆さん電車の中に乗ったような気分で、聞いてください。盛岡です。山田線、花輪線と IGR 銀河鉄道線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。1号車から10号車までは早草号、新函館北斗駅、11号車から17号車までは小松号秋田駅です。お間違いのないようにご注意ください。Ladies and gentlemen, please set the bus down at Morioka. Passengers going to the Yamato Line, Hano Line, and the Asian Line, please transfer at the station. お待たせありがとうございます。次が Morioka で、切り離し作業を行います。そのため、少々停車いたします。ということで、盛岡到着でございます。ありがとうございます。はい、というわけでこんな感じでエアトレインをやっていきますけれども、次でちょっと最後になってしまうんですけれども、ちょっと私昨日いろいろ、ローカル線の方をいろいろ、回ってまいりまして、岩手県の鉄道といえばですね、ディーゼルカーの2両編成のですね、ワンマン列車が非常に面白いなということで、その雰囲気をですね、またこのエアトレインで、披露してみたいと思います。お見せしますのは、大船渡線の一ノ関発車から、又木という駅があるんですけれども、そこのところまでもですね、ワンマン列車に乗ったような感じで、聴いていただければなと思います。それではお聴きください。アイドリングです。3番線から気仙沼駅が発車いたします。ドアにご注意ください。この電車は一ノ関発気仙沼駅のワンマンカーです。次は又木です。乗車券と定期券は運転士にはっきりお見せください。運賃と乗車駅証明書は運賃箱に置いてください。
賃と乗車位置証明書は運賃箱においでください。ということで、到着でございます。ありがとうございました。エアトレインですね、先ほどいろいろ私が登場するときに BGM で鳴らしていただいている曲がありますけれども、それはスーパーベルさんという、車掌 DJ ですね、DJ に乗って、あ、そうですね、今流れている曲ですけれども、この曲の中にですね、私の声いろいろ登場させていただいておりましてですね、エアトレインとこのスーパーベルさん、スーパーベルさんのコンテンツなので、皆さんエアトレインのね、CD とかも、あります。今日はちょっとないんですけれども、CD とかですね、探していただくと、私の CD ですね、結構ありますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。エアトレイン佐藤佐藤さんによるパフォーマンスでした。皆さんどうぞ大きな拍手でお送りください。